しさ、あの日本らしさっていうのを考えるのが一番難しくて、デザインにおいては6っていう名前から六角形の形を考えて、でその6つの素材をどう表現しようかと思った時に、その六角形の瓶の6面に、素材の線画をそれぞれの面に入れまして、でその線はあの日本画とか蒔絵とかなんかそういう、日本画の線っていうのがすごい繊細で綺麗な線なので、ラベルはもう本当にシンプルに、和紙を、日本の和紙を使って六っていうのを墨で表現させていただいて作りました。